これだけになりましたリフトありがとう余韻ひたひたねひたひたリアも <laughs> ひたひたです可愛 <laughs> いいリフト そう昨日はラストの放課後音楽祭でもうなんかいろいろありすぎて何から話したらいいか分かんないけどでもいろんな曲を歌いました。 聞いてありがとうであ昨日からリオットの人ずっと聞いてる嬉しいそう昨日は四人みんな四人そのいつもだったら二人ソロで二人がソロで二人がユニットみたいなをするんですけど。 あの今までの「報告音楽祭は」はでも今回はラストだからスペシャルバージョンで4人ともソロでやったんですけどリオはね「糸」を歌ったんですけど聴いてくれたかなみんな。 そのさもう誰しもが知っているもう知らない人はいないぐらいの本当に有名な曲だからその毎日お仕事とかレッスンで忙しいから練習する時間がほぼ取れなかったんですけどこう限られた時間で こうどういうふうに表現したらいいかとかなんかこうできる範囲でこう自分なりに練習して本当に気持ちを込めて歌いました岡村リアって名前ぐらいみんな知ってるみ <laughs> 聞けるんだけど昨日最高のしとりだったねっ 豪華ででしたよね本当にで実はその昨日放課後音楽祭だったんだけどその放課後音楽祭の前日の夜と放課後音楽祭当日の直前にもカラオケ行ってそうカラオケで練習してでその 放課後音楽祭の当日、昨日、昨日が、放課後音楽祭の前にもうレッスンがあって、そレッスンの後に、あの、2.5だけ抜けて、あの、みちさんの卒婚のレッスンだったんですけど、あの、2.5だけ抜けて放課後音楽祭があるから。ね。だから、あの、 カラオケに行ける時間も1時間ぐらいしかなくってそうでその訪問学祭の前日の夜もあのお仕事終わりでだったから1時間半ぐらいしかカラオケする時間が取れなかったんですけどちょっとでもと思ってカラオケ行って練習しましたいとりおつの子に会った本当嬉しい ね、ノアピはヴァイオリンでアズミンはホマーソンさんとデュエットでサックスを披露していましたあ現地で見たありがとう <laughs> そうソロ以外の曲もねあの全員で歌う曲とかもあの練習しました レイナが足を舐めている。る毛えそう昨日海外の方がすごい多くてすごいなんか立ち止まってこう見てくださってるのが見えて嬉しかった。 あるスプリングはレッスン配信の時よりキーを星星になってるわかんない <laughs> 星になってますね。空き時間見つけて練習しました。本当にすごい楽しくて、そのめっちゃ緊張したんですよ。ふわ不安,不安なんか時間がなくって本当にあに。 現地に着いてからもうめっちゃバタバタでみんな。なんか、あの、こういつもさ、な,なんていうの、楽譜楽譜じゃないな。この、こう、譜面台譜 <laughs> 面か。うん譜面その、譜面台に、こう、歌詞のやつを置くんですけど、その歌詞のが、あの、忘れて、スタッフさんが <laughs>、スタッフさんが、あの、 忘れてだからそれを撮りに行ったりなんかすごいなんかバタバタしててそうだから開始時間もねちょっと遅れちゃったんですけどでもめっちゃ緊張してみんなみんなすごい不安の中で始まったんですけどこう始まると本当に楽しくてあっという間でおわ終わって。 終わったのって感じでした <laughs> まだまだ歌いたかった糸は良かったですよ嬉しいわ糸も <laughs> そう。 であの結構リクエストファンの皆さんからも歌ってほしいみたいなのも多かったし2.5もこう歌いたかった「ニュの木陰の下で」を最後の「報告音楽祭」で歌って嬉しかったこうなんか見てるファンの人が歌詞を口ずさんでくれてるんですよ そうそれがすごい嬉しくてこう何回もリオたちの歌をこう聞いてこうなんか歌詞までね覚えるくらいこう聞いてくれてるんだなと思ってすごい嬉しかった「春スプリングレッスンの時めっちゃ高かったからキーを下げて歌ったかな」ってうんそのままですよ元気。 変わってないですよレッスンの時とみんなの頑張りですよみんなが練習を頑張ったからレッスンの時よりもうまくなってるし声が出てるから多分キーを下げてるように見えるだけで何も変えてないですレッスンの時レッスンの時とみんなの頑張りの結晶ですそう楽しかったです <laughs> 確かに隼人さん歌わなかったね <laughs> ウけるえそう2レーちょっと早めだったよね毎日 MV 見てるうれしいありがとう <coughs> でも本当に今回はすごい 難しい曲も多くてハモリもすごい難しくてキーも高い曲ばかりだったからみんな苦戦したんですけどそれぞれみんな練習頑張っていいものができましたねそうで。<coughs> 旅立ちの日にをね最後歌ったんですけどその卒業式でさ中学校の歌ったばかりだったからすごいなんか <laughs> 不思議な感じだったでさ男子パートでさこうハヤトさんもさフォマーソンさんもさこう入ってさで樹里さんもさ入ってさなんかさみんなでさ え、ファンの人もさ、みんなでさ、なんか合唱みたいにしたかったなってリオは思った、うん。4人だけで歌うんじゃなくて、そう。ファンのみんなも、お客さんも、出演メンバー全員で、最後は、みたいな感じで。え、そうよ、やりたかった。さ、私最後の高校音楽祭だよ。だからさ、こう、ステージにさ、みんな立ってさ、お客さんも一緒にさ、今別れの時、 こみたいじゃな歌いたかったほらありがとう <coughs> <coughs> そうねみんなもちろん知ってる曲でしょ旅立ちの日に知らない人いるのかなその掛け合いのところあるじゃないですか「今今別れの時時 <coughs> 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 のいてありがとう最高嬉しいえ今まで聞いた「旅立ちのヒネ」の中で一番良かったえそんな <laughs> 嬉しいそうあれ <laughs> めっちゃレッスンでみんなで爆笑しながらやったんですけどあのその女性パートと男性パートなんかどっちがどっちか分かんなくて分かんなくなっちゃってみんな頭をごっちゃになって。 でなんか「この広い」みたいな <laughs> そう<な>んか <laughs> めっちゃみんなで爆笑しながら歌ったんですけどみんな頑張って覚えて。 いいありがとうであの高校学祭が終わった後にこにみんなで写真を撮ったりするんですけど樹里さんとツーショット撮れて嬉しかった <laughs> でなんか樹里さんすごいねリオのことをねめっちゃかわいいって言ってくださるんですよってくださって で、リオの携帯と樹里さんの携帯で撮ったんですけど樹里さんの携帯かめた瞬間にこうスマホの画面を見るじゃないですかそしたら樹里さんが「えかわいい!」みたいなの言ってくださって <laughs> で、きっとねお借り推しなんですよ樹里さんいや分からんけど <laughs> お借り推しで樹里さんね <laughs> であのあの で、撮った後にリオがいや樹里さんとさホマーソンさんのさおあのリオさんの <laughs> オートマティックが待って喉やばい <laughs> オートマティックが最高すぎてそれで聞いてたんですけどリオ、もともとオートマティックめっちゃ好きだからでも最高だったから。 めっっっちゃうまかったですって言ったら「いやいや」みたいな <laughs> もうずっと前からめっちゃ可愛くてなんかあの前に発表会見に行った時から「もうめっちゃ可愛くて抱えてました」みたいな言ってくださいました樹さんが「前の日にもモテつで声を出しすぎて大変じゃなかったいやそうなんですよいやしかも昨日頑張ったから <laughs> ちょっと今日はもう喉が。 ガラガラさすが褒めが高い <laughs> そうそうだねおかりおしおかりおしだと信じて樹さん <laughs> ねジュリさんさショールームもしてるって言ってたね MC で。 明日し最初はツーショットあ嬉しいありがとうそうだ明日はお話し会だもんね楽しみだってさ10枚目シングル最後のリアルお話し会だよあ <laughs> やばい楽しみリーさんショールームしてるって言ってたからリュウんの配信見てるかもいやこんなこんななんか広いおでこを見ないい <laughs> こんなすっぴんな スピナーブシ,ャイクなブシャイクをみんなそこに広がったのでその方向学祭の前日のさ隼とさんとの配信も配信のこともまだ話してないんですけどそうあその明り行くうれしい 受験さんありがとうございます中学三年生十五歳のやつのことを考えるよでぜひフォローしてください楽しみ楽しみ楽しみます楽しみ <laughs> 楽しみです聞いてありがとう で、その、前日の配信は、久しぶりにハヤタさんとさ、そのゲーム配信、生で、したんですけど、あの、いや、めっちゃさ、運がさ、<laughs> その、最初ら辺は、本当に、運がやばくて、もうずっとなんか借金みたいな、<laughs> 借金だし、なんか、サイコロも、 なんか1とか、3とかしか出な,出なくて。で、なんか貧乏神がお借りをしすぎて、なんかずっとついてくるんですよね。<laughs> で、その最初は、その、なんか目的地の広島 ?3 年で目的地の広島に着くプラス、あの、一番1位だった人がご褒美をもらえるっていう。 あのやつでやり始めたんですけどだから最初はみんなガチバトルで1位を狙っていたんですけどもう途中からみんなで共同共同で共同作業で広島を目指す広島に着くのをみんなで頑張ってそうなんですよ貧乏神がお金押しなんですよ <laughs> ほんまに面白かった。もう笑いすぎて、お腹が痛かったです、ね、あの日は。で、もう、多分、最初が、不運すぎたから、その、アズミンが広島を出したじゃないですか。いや、その前に、え、いつだったっけないや、その前か。その前に、あの、リオが、間違えて、ヘリコプターを飛ばしたんですよ。<laughs> 間違えてね、あの、自分で、 自分でなんか操作を間違えてなんか勝手にヘリコプターを飛ばしてでなんかたまたま広島の方に行ったんですよ行ってでその後にアズミンが広島を当ててで近いじゃないですかたまたまよその操作間違えてヘリコプター飛んだのにリオが一番近くなったんですよたまたま本当にたまたますごいよねそれもなんかさすごいあの なんかすごいけどさうんそう生配信だったよあれ <laughs> ねやらせなんかうらそうさみたいな <laughs> 思われそうだけどすごすぎてでその後にこうみんなでやっていってでもリオはあのキングボンビンがついてるからついてるしなんか <laughs> あの サイコロの制限がかかって、1か2しか出ないみたいな、最悪な状態に陥ったんですけど、途中でそれが解除されて、で、本当に最後のラストチャンスの時に、あと6を出したら、6?6 を出したら、ゴールしたんですよ。そう。6を出したらもう広島に着く、みたいな。の時に、もう、リオは、こう、目をつぶって、祈ったんですよ。で、 ボタンを押しますよ。目を開けます。録が出てるじゃないですか。<laughs> たまたま。もう。すごい。ぴったり録が出て。広島に。着きました。<laughs> そう。広島に着きました。そう。や、その後。 一旦終了式みたいなのがあったり、ケーキもね、大部にもらって、すごい楽しかったです。え、そう、みんな、びっくりした。みんな、あの <laughs>、あの、映像見たらさ、超喜んでるのが面白くて、しかも、スタッフさんその、 周りでいっぱいスタッフさんが見てるんですけどスタッフさんたちもすごいなんか高飛びしててなんかもうジャンプもう超ジャンプしててなんか <laughs> うわーみたいな <laughs> みんなでしかも何回もお茶こぼすし <laughs> 喜びすぎてみんなお茶倒してからもうお茶こぼすんですけどそう <laughs> 面白かった その配信がさあの8時に終わらないといけないからそう中,中学生がいるからねだからそれまでもうみんな無理だと思ってたのにまさかまたつくだなんて <laughs> 持ってますねえ持って帰ってきたようんそ向こうにあるわ今 1そう一人1枚ねあの少々一旦終了少々みたいなのもらったんですよあ明日お話し会ありがとうそうでね明日はあしたは幕張メッセで10万メッシ,ュシングル最後のリアルお話し会がありますので皆さんお待ちしてます多分当日券もあるしおしましができるので皆さんお待ちしております 1> リオは 1, 2, 1時間目がツーショットで23時間目がお話し会ですね中学生最後のリアルお話し会 <laughs> 楽しみ明日のね服めっちゃかわちいよ <laughs> 明日の服かわちいからみんな楽しみにしててください かわちいというか、静かつん、清楚つんです。え、そう、カナオさんが跳ねてたんですよ。カナオさんが、もう、10メートルぐらいジャンプしてて。<laughs> めっちゃジャンプしてた。あ、お仕事いってらっしゃい。いってしありがとう。でね、今日はね、もうこれで配信終わりなんですよ。 明日は、うん、朝かなえわかんない夜かなそう今日はねあの夜まで会ってお仕事ができないからねだから今今やっといた方がいいのかあの出席確認あ リアルお話か来てくださる方、コメント欄で書いてください。もしよければ、何時間目に行くよとかも教えてくれたら嬉しいです。あ、本当だ、五十五、あ、五十六分になっちゃった。えー、<laughs> え。ええ。ちょっとさ、りょ壇上読むからさ、あの、みんな、ちょっとコメント欄に書いて、書いててくれ、くれないかね。<laughs> ちょっと読むね。十三位、コアラさん、ありがとうございます。十二位、シャガラピーさん、ありがとうございます。十一位、レオタンさん、ありがとうございます。10位、シロシロ77さん、ありがとうございます。十あ、九位、あっくんさん、ありがとうございます。八位、タツバラさん、ありがとうございます。七位、昔からおじいさん、ありがとうございます。 6位正高さんありがとうございます5位鈴香さんありがとうございます4位リザ4トさんありがとうございます3位吉子くんさんありがとうございます2位ラクラクさんありがとうございますそして1位はズル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 ,ルパン柚木ちちさんありがとうございます ありがとう。あ、幕張来ます。ありがとう。あ、ありがとう、幕張。幕張。全部参加やって。ありがとう。今日の夜飲み会あるので、最悪行けないこともダメだよ。来てね、絶対に。<laughs> 絶対来てね。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。ダメだよ。ダメだよ。ノンアルコールにして。ちょっと、ね。あの、ウーロン茶、ウーロン茶。<laughs> ウーロン茶。 あ、3時間目、ありがとう。今日だけノーアルにして。あ、3時間目、ありがとう。あ、ほら、ありがとう。あ、一じみさん、ありがとう。ありがとうございます。あ、3個やって、ありがとう。皆さん、ありがとうございます。あの、出席確認。あ、あしてくよって方は、X。 でねまだ言ってないよって方は X でも教えてくれたら嬉しいです今日はもうこれで配信終わりになりますごめんねよろしくお願いしますで明日はえっと1時間目が中小と写真会に 2, 2時間目3時間目がお話し会の利用はスケジュールになっております幕張メッセで10枚目シングルそして中学生最後リアルお話し会がありまーすはい 明日、多分当日券もあって、明日ね、あの、リオとお話ししたり、ツーショットする券を持ってない方でも、明日幕張メッセの会場に来てくれて、当日、あの、CD をね、購入してくれたら、リオとお話ができたり、ツーショットができますで、も、あの、元ともとね、券を持ってるよって方もね、もっと話したいって時に、 追加できるので、皆さんぜひ、リオツンレーンに並んでくれたら嬉しいです。よろしくお願いしまーす。<laughs> よろしくね。楽しみです。<laughs> 楽しみ。なので、皆さんお気をつけてお越しください。明日は、今とこ朝かなとは思うんですけど、未定です。それでは、バイツーン ありがとう明日待ってるね来てくれたら嬉しいでーす4つ連お願いしますありがとうバイツン今日も乗り越えよう